どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、まず、えー、JAL ですね。まあ、JAL っていうかね、まあ、あの、ネイルサーチャージっていう感じで、まだね、ANA の方発表されてないと思うんですけども、えー、国際線、ネイルサーチャージ改定ということで、こちらね、動画のコミュニティ欄で発信させていただきましたけども、えー、残念ながらですね、ネイルサーチャージ爆上げっていた形になります。で、適用期間ですね、12月の1日、 から2024年1月の31日 発見分までっていうふうになりますんで、JAL マイルでですね、JAL の飛行機ね、12月の1日から2021月31日発見分に関しては、まあこちらのね、新しいネイルサンチャージが適用されるっていうふうになりますんで、今よりですね、ネイルサンチャージかなり上がるっていうふうになりますんで、まあこちらね、おすすめとしては、今後ね、利用される予定のある方は、11月いっぱいまでにですね、発見ね、しといていただければな、なんていうふうに思います。で、ハワイであればですね、12月1日以降は、 片道3万と円はい、こういった形でね、発表されてしまいましたので、このね、燃油の高騰とね、またね、えー、円安もね、影響していると思うんですけども、まあ、こういった形にね、発表されてしまいましたので、こちらぜひね、覚えておいてください。まあ、JAL がね、こういった感じで発表されたということで、まあ、ANA もですね、付随して、え、燃油チャージね、まあ、上がると予想 されますのでこの点もね覚えといてください ANA の方ねまた発表ありましたらまたね話どこかでねしたいと思いますそれでは次にねハフですねハフで5ーゴー冬旅、えー、ダブのサブフィクスハフで旅使用キャンペーンということで今だけですね最大1ヶ月分9800円が0円でね利用することができるキャンペーンが来ているんですよねでこちらですね今ね登録していただくとまあ、こちら実、えー え、0円っていう風になっているんですけども、こちらね、シャープ1、あの、米印がね、ついていると思うんですけども、新規登録をスタンダードプラン2ヶ月利用した方が、まあ、このね、えー、最大1ヶ月分がね、0円で利用することができるキャンペーンっていう風になります。で、こちらね、内容なんですけども、ハフのスタンダードプランを新規登録していただくと、1ヶ月目が 一ヶ月目が半額。さらに継続していただくと、二ヶ月目も半額になるキャンペーンっていう風になるんですよね。で、こちらね、スタンダードプラン2ヶ月継続した方が対象っていう風になりますので、まあこちらね、一ヶ月目4900円、二ヶ月目9900円が利用することができて、一ヶ月だけのご利用も OK っていう風になりますので、まあこちら簡単に言えばですね、一ヶ月目4900円でこのね、スタンダードプランで、ね、利用することができるっていう 風になっておりますんで。 パフですね。定期的にね、キャンペーンやっておりますけども、まあ、こちらね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。で、こちらね、特、え、典、ー、がね、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、こちらね、今説明したもので、この2はですね、まあ、コインパックっていうのが、えー、350コインが9800円で、ね、購入できますよというキャンペーンがやっております。まあ、これは基本的に、あの、高いんでね、スルーで OK です。で、この3番目も、えー、友達紹介っていう風になりますねこれもね、スルーで OK ですね。で注目していた いいきたいのはこちらですね冬旅タイムセールということで12月から1ヶ月の予約が10%オフでね必要コインね安く利用することができるキャンペーンが来ているんですよねでこちらがですね詳細こちらになるわけなんですけども期間限定12月の20日から10月の31日予約期間で12月1月の宿泊が通常より10% パーセントオフということで、こちらはですね、必要コインがですね、10%安くなるね、キャンペーンが来てるんですよね。で、期間がですね、予約期間、12月の20日から10月の31日、23時59分までとなっておりまして、宿泊期間が12月の1日から1月の29日ということで、 こちらね、年末年始が含まれているっていう風になるんですよね。まあこの期間がですね、10%オフでね、予約することができるっていう風になりまして、 今からね、登録した方もですね、このレギュラー会員になるわけなんですけども、10%オフでね、利用することができるっていうふうになりますんで、今ね、4900円で登録していただいてえ、すぐね、利用していただくっていうのはですね、結構ね、まあお得に利用することができるかな、なんていうふうに思いますし、特にね、この年末年始とかですね、ここね、ハフのいい点っていうのはですね、年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みとかでも、国内に関してはですね、必要コインがね、変更がございませんので、この年末 年始とかですね利用する予定のある方はですね今からね登録して利用していただくのもですね非常にねいいのではないのかななんていうふうに思います通常ねこの スタンダードプランっていうのはですね、9800円ね、かかるって、300コインね、もらえるわけなんですけども、こちらね、1ヶ月目から4900円でね、利用することができるっていうふうになりますんで、で、300コインね、ちゃんともらえますし、またね、障害コード入れていただければ、プラス100コインね、もらえるっていうふうになりますんで、400コインね、ゲットできますんで、まあ、この300コインでもね、結構ね、 宿泊するホテル、宿泊することができるホテルね、ございますので、結構ね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ハフね、ちょっと気になってて利用してみたいっていう方は、まあ今回のキャンペーンでね、登録していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。一応紹介コードね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひチェックしてください。それでは次にですね、楽天ペイ導入記念ということで、マクドナルドで店頭での支払いで、楽天ペイのコード払い、またね、モバイルオーダー、 マックデリバリーで楽天ペイを利用すると最大10%還元キャンペーンが来ておりますこちらエントリー不良になっておりまして10月の18日から11月の19日ね利用することができてこちら10%還元ってなってるんですけれども楽天ペイのね 支払いのね、こちら、えー、チャージ分とかもね、入っておりますんで、まあ、基本的に8.5%還元っていう風にね、まあ、思っといていただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ、マクドナルドでですね、8.5%還元であればですね、かなりね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますんで、10月の18日から11月の19日ですね、マクドナルドでね、利用するね、機会がある方は、平井さんが楽天ペイがお得だって言ってたってことをですね、ぜひね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。 それでは次にですね、結構前にですね、ゼロイ円キャンペーンで、えー、お世話になりましたルシもありますよね。まあこちらね、私は普通に利用できたんですけども、まあちょっと中にはですね、現地で利用できなかったみたいなね、まあそういった方もいらっしゃいましたので、まあなんともね、言い難いところではあるんですけども、なんとですね、ANA マイレージクラブとですね、提携開始したんですね。まあこれどういう提携かというとですね、こちら ANA のね、サイトに書いてあるんですけども、 このね、ルシも ANA カードでね、決済していただくとですね、クレジットカード会社の移行ポイントは別に、ANA カードでクレジット決済で100円で1マイルね、貯まるっていうのがですね、開始になりましたので、こちらですね、100円で2マイル、えー、貯まる。あ、まあ1%の ANA のカードだったらね、貯まるっていうふうになりますんで、もしね、ルシも、えー、利用する予定のある方はですね、ぜひね、こちら ANA のね、提携がね、開始になったってことは、ぜひね、覚えておいて、 くださいまあ私はねゼロ円キャンペーン利用した時はですね非常に良かったんですけども、まあ、利用できなかったっていう方がねいらっしゃいましたので、まあ、現地の対応はね正直あのやはりこの海外通信系のサービスって ま、現地でね、利用できないってなった時に、これ自体がね、あの、海外の通信サービスなんで、お問い合わせもできないみたいなね、ま、そういった状況にね、あの、陥ってしまいますので、ま、なんともね、言い難いところなんですけども、私はね、普通に利用できて非常に快適だったんですけども、ま、ちょっとね、利用できなかった方もね、いらっしゃるみたいですのでね、ま、一応この ANA とね、提携が開始になったってことはですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。 それではですね、対象カード限定複数枚持ちキャンペーンということで、すでにねえ、三井住友カードをお持ちの方限定に、ね、なるわけなんですけども、複数枚持ちキャンペーン、えオリーブフレキシブレイ、もしくは三井住友カードを新規入会していただいて、スマホタッチ決済していただいて、1000円以上で、ね、利用していただくと、そのままね、 1000ポイントの V ポイントギフトがね、もらえるキャンペーンが来ているんですよね。で、こちらね、エントリー必須になっておりますので、対象カードを持っていて、もう片方ね、持ってないよっていう方はですね、こちらね、入会していただいて、スマホのタッチ決済で1000円以上ね、利用していただくと、1000円分のね、V ポイントギフトがね、もらえるキャンペーンが、ね、来ているっていう風になりますので、もしね、 利用されたい方はですね、ぜひね、こちら利用していただければな、なんていうふうに思います。キャンペーン内容は1000円分の V ポイントギフトがね、もらえるっていうふうになっておりまして、期間は10月の19日から11月の31日、発行期間は申し込み月の1ヶ月後まで。 オリーブにおいては、クレジットカードで申し込みの月、プラス1ヶ月後まで。で、利用期間は2024年1月の31日までということで、まあどちらかしかね、持ってない方は、どちらかで発行していただいて、スマホのタッチ決済で1000円以上ね、利用していただければ、1000円分のね、V ポイントギフトもらえるっていうふうになっておりますので、ぜひね、利用していただければななんていうふうに思います。対象カード、三井住友カードの対象カードっていうのが、 こちらですね。お申し込み対象カードということで、オリーブフリッシュブルベイ、プラチナプリファード、オリーブフリッシブルベイ、ゴールド、一般カード、プラチナプリファード、ナンバーレスゴールド、ナンバーレス一般カードということで、このね、オリーブフリッシュブルペイ、プラチナプリファードね、最近非常にお勧めさせていただいておりますけども、まあ、初年度年会費無料もね、やっているっていうふうになりますんで、もしね、利用される予定のある方はですね、紹介キャンペーンはですね、最近よく紹介させていただいておりますんで、まあ、一応概要欄にはね、載せておきますけども、一応 こういったね、キャンペーンやっておりますので、ぜひね、えー、利用されたい方は、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、aupay ポンタポイントが必ず当たるタヌキの大抽選会秋を、えー、10月の24日から11月の12日まで毎日開催ということで、最大3000ポイントがね、当たるキャンペーンが来ております。こちらね、aupay でですね、えー、10月の24日、 え、来週からですね、10月の12日前ですね、aupay で200円以上利用していただくと、必ずポンタポイントがね、当たるキャンペーンが来るんですよね。まあ、こちらね、必ず当たるっていう風になりますんで、これはね、いいですよね。ですので、まあ、10月のね、24日以降ですね、コード決済でね、利用する予定のある方はですね、ぜひね、aupay がお得だったっていうのをですね、 平井さん言ってた気がするみたいなのね。ぜひ思い出していただいて、えー、1等から5等まで1ポイントから3000ポイントがね、当たるキャンペーン来ますので、ぜひ覚えておいてください。対象決済サービスは aupay のコード払い、もしくは請求書払いもね、こちら対象っていうふうになっておりますんで、ぜひこちらも覚えておいていただければななんていうふうに思います。必ず当たるのはね、いいですよね。それでは次にですね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード、こちらね、月会費980円でね、 3、4年前にね、出たクレジットカードなんですけども、まあ知ってる方知らない方いらっしゃると思うんですけども、毎月ね、スタバーのチケットをもらえて、スタンプを集めると、 えっと、ホテルのね、アフタヌーンティーとかね、利用することができるということで、まあ一時ね、すごい話題になったんですけども、やはりね、月会費980円って、まあ非常にわかりづらくて、結局ね、あの年間持ってると、まあ1万円ぐらい買っちゃうみたいなね、まあそういったね、クレジットカードですね。残念ながらこちらね、完全にコンセプトを失うようなね、変更が発表されました。えー、セゾン、ローズゴールド、アメリカンエクスプレスカード、カード改定のご案内ということで、 こちらね記載がされているわけなんですけれども今現在は月会費980円のクレジットカードで こちらでセッサバのチケットが毎月もらえたり、またね、スタンプに応じてプレゼントがもらえたりするんですけども、まあ、こちらはね、2023年の12月で付与終了。またね、スタンプに関しても、2024年3月で付与終了。プレゼント期間も2024年の4月で終了っていただきになります。で、どういった感じで生まれ変わるのかっていう話なんですけども、年会費はですね、1万1000円のクレジットカードになって、年間1回1円以上利用していただくと、翌年無料っていうカードになります。 なりますで還元率もですね今まで1倍海外2倍だったんですけれども国内1.5倍海外2倍にねなりまして。 え、空港ランジもですね、年間2回まで利用することができて、手荷物宅配がですね、帰国時だけ、え、こちらね、無料で利用することができるっていう風にね、変わるんですよね。まあ一応1万1000の年会費っていう風になりますんで、まあこちらね、セゾンのね、あの、ゴールドカードありますよね。まあこちらに合わしてきたみたいな、まあそういった感じですかね。まあこちらね、女性にね、あの、好まれるような特典を、まあ増やしていくみたいな、まあそういったね、感じのクレジットカードのコンセプトで始まったと思う んですけれども、まあ、残念ながらですね、まあ特典ね、メインの特典が全部なくなってしまうっていう風になりますんで、まあセゾンのね、あのゴールドカードみたいなね、まあそういった感じになるんですかね。一応年間2回までしかね、ラウンジは利用することができないので、本当にね、 ゴールドなのか一般なのかちょっとねよくわかんない立ち位置のねクレジットカードになるわけなんですけども一応ねこのセゾンロー,ドローズゴールドカードをね持ってる方はぜひね覚えておいていただければななんていうふうに思います本当にねあのガラッと変わるっていうふうになりますんでねそれでは次にですねシンガポール航空が 減額マイルキャンペーンをね、開始しております。こちらね、えー、2023年の10月の22日のね、えー、予約分までっていう風になっておりまして、この動画出てるのね、10月の21日になってると思いますんで、えー、っとね、まあ、1日半ぐらいしかね、予約期間ない、ありませんので、もしね、あのシンガポール航空のね、マイル持ってる方はぜひね、えー、早めにチェックしていただければな、なんていう風に思うんですけども、2024年の1月1日から2024年7月31日の間、えー、シンガポール 航空の全ての目的地へのエコノミーセーバー特典航空券とシンガポールと米国間の一部ノンストップフライトのプレミアムエコノミーセーバー特典を25%オフにしますっていうねキャンペーンが来てるんですよね。まあ減額マイルキャンペーンっていう風にね思っていただいて。 OK なんですけれども、期間がね、1月の1日から7月の31日ということで、非常に期間がね、長く設定されているっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。ぜひね、こちら。 シンガポール航空のね、マイル持ってる方は、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。先ほどね、こちら、成田シンガポールとかでね、調べましたけど、片道ね、成田シンガポールが2万と250万ルとかでね、片道発見することができて、またね、ネイルサーチャージもね、シンガポール航空の場合ね、かからないっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。7月の31日までっていう風になりますんで、夏休みもちょっとかかってますし、ゴール ウィークととかもね利用することができそうななんでぜひね気になる方はチェック、ね、していただければなと思いますそれでは次にですね、ダイナーズカードのプレミアムラウンジがですね、2024年春にですね、大阪梅田にえ開業っていうのが、ね、発表されました。で、こちらはですね、ダイナーズクラブ大阪梅田プレミアムラウンジということで、ダイナーズカードのですね、一般カードの方はね、こちら入れないんですけども、 プレミアムカード会員の方はですね、こちらね、大阪梅田のプレミアムラウンジがね、利用することができるっていう風になるんですよね。住所ね、こちらに記載されておりますので、概要欄にね、このページ貼っておりますんで、ぜひね、場所、えー、チェックね、していただければな、なんていう風に思います。まあ、こちらね、ちょっと私もね、利用したことないんですけど、めちゃくちゃ良さそうですよね。はい。 で、またね、今現時点ね、あの銀座にね、このダイナースのプレミアムラウンジってあると思うんですけれども、まあ、こちらもね、私行ったことはないんでね、ちょっと利用してみたいですよね。 はい。こういった形になりますんで、ダイナースプレミアムカードね、保有されている方は、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。またね、あの、私の動画でね、紹介させていただいておりますけども、今ね、初年の年会費無料プラス1万キャッシュバックでやっておりますので、気になる方はですね、概要欄からぜひね、チェックしてください。これで決済を積むと、こちらはね、招待がもらえるっていう感じですね。 それは次にですね、マリオットボンボイホテルなんですけども、ポイントに獲得についてということで、11月の1日よりですね、こちら変更はね、発表されております。で、こちらね、大した内容ではなくてですね、この変更はポイント獲得施設のあるホテルで宿泊を伴わないレストラン、バー、スパを利用する場合に適用されますということで、こちらね、今まではですね、1米ドルだったり10ポイントがね、獲得することができてたんですよね。で、それが1ドルに対して5ポイントにね、 健康になるってことが発表されましたですけどもこちらねあくまでホテルでの宿泊を伴わない場合っていうふうになりますんでこちらね あの、宿泊する際はですね、部屋付けにしていただければ今まで通りですね、一路に対して10ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、一切変更がないんですけれども、宿泊がね、されない場合は、一路に対して5ポイントにね、変更になるっていうのが、まあ、発表されたっていう風になりますんで、まあ、そこまでね、影響ないと思うんですけども、まあ、 宿泊しないときにですね、レストラン、バーとか利用する際は、まあ1ドルあたりですね、5ポイントに変更になりますということで、まあこちらね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。こちらの変更はね、11月の1日からっていうふうになっておりまして、11月の1日0時から香港時間から、こちらね、適用になるって言ったがになります。 それでは次にですね、株式会社ラストワンマイルがですね、株主優待制度をね、導入に関するお知らせっていうね、発表したんですけども、こちらね、非常にツイッターでね、話題になっておりまして、何がね、話題になってるかというと、このね、ラストワンマイルの株をですね、 1>, 1株でも買うとですね、Amazon ギフト券が年2回ね、1000円分もらえるっていうのが発表されたんですよね。で、100株以上持ってるとですね、1回に5000円で年2回もらえるっていうふうになりますんで、 1>, 1万円分ね、アマゾンギフト券もらえるっていうことが発表されたって言った感じになるんですよね。すごいですよね。で、これね、1株からもらえるっていう風になりますんで、1株買っとけば1000円分のアマゾンギフト券が年間2枚ね、もらえるっていう風になりますんで、年間2000円分ね、これだけでもらえちゃうっていう風になるんですよね。 じゃあね、このラストワンマイルの株がね、いくらなのかっていう話なんですけども、今ね、3200円ということで、え昨日からね、410円ぐらいね、まあ11、11%もね、下がってるんですけれども、まあ、こちらね、3200円分の株を買、 一株買えばですね、先ほどのね、こちらがね、もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、えー、私の動画を見てる方で、マギフね、年に2回1000円もらいたいっていう方は、えー、ラストワンマイルの株ね、一株でも SBI 証券でね、購入していただければこちらもらえるっていう風になりますし、またね、100株ぐらい買ってもね、大丈夫だっていう方は、まあこちらね、100株買っていただければね、年間こちらだけで、ンギフト券1万円分もらえるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。 はい。まあ、こういったね、発表はされましたので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、えー、買ってね、放置しといていただければな、なんていうふうに思います。まあ、こちらね、あのー、株主優待っていうのは、権利確定日でね、あのー、株を持ってると、このね、あのー、優待がもらえるわけなんですけども、今すぐね、急いで買う必要はなくてですね、えー、増贈呈はね、2月の末、8月の末日を基準日としてっていうふうになりますんで、2月のね、末一番近くてね、あのー、 こちらは期限っていう風になりますんで、今すぐ買わなくてもいいんでね、まあ来月とか再来月とかね、まあ時間がある時にですね、平井さんそんなこと言ってたなみたいなことを思い出していただいて、まあ一株でも買ってもらえばですね、アマゾンギフト券ね、年に2000円分もらえるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、覚えておいていただければなぁなんていう風に思います。私もね、あの、ちょっとしたらね、こちら一株ね、買っておきたいなぁなんていう風に思います。 それでは次にですね、とうとうね、ラにカイラ揃いますということで、ALA のね、オリジナルフライングマスコットキーホルダーがですね、ラーちゃん、とうとう販売開始ということで、2023年の10月20日より、A1380 フライングホール3号機がえ、慣れたホノルビオン運行開始ということで、発表されたんですよね。この動画作ってるのはですね、ちょうどね、10月の20日になっておりまして、まあ、先ほどねあのはし、あの、出発したみたいなのね、ツイッターでね、あの、拝見させていただいたわけなんですけども、 こちらね、えー、成田空港のですね、第1ターミナル、えー、ANA ダーティーフリーショップですね、こちらね、キーホルダーがですね、とうとうね、えー、発売開始になりましたということで、気になる方はですね、こちらね、3兄弟ね、揃えることができるっていう風になっておりまして、1体ね、1900、えー、19円で、ね、購入することができるっていう風になりますんでね、ぜひね、こちら覚えておいていただければな、なんていう風に思います。非常に可愛いですよね。 それでは次にですね、皆さんね、このジョージアのキャンペーンやっておりますかね。こちらね、ジョージアの缶についているね、QR コードをね、読み取っていただくとですね、抽選で、えー、何万人、100万人だったかなめちゃめちゃね、あの、母数がでかいね、このキャンペーンがやってるんですよね。で、ジョージアのね、 コーヒー、えー、コークオンチケットが1枚もらえるか、ペイペイの200円分のね、えっと、ギフトコードがどちらかだったと思うんですけれども、まあ私はね、このジョージアのね、チケットしか当たったことないんですけれども、これね、非常に当たりやすいので、ぜひね、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思います。 あの、ジョージアのね、あの、QR コードが付いているかをね、購入していただく必要はあるんですけども、こちらね、一回買っていただくとですね、同じ QR コードで毎日抽選できるっていう風になりますんで、まあ私もね、あの、毎日こちらね、やってるんですけども、まあ大体3日に1回ぐらいね、当たってるイメージですかね。はい、結構当たりやすいんでね、あんまり浸透してないなのか、何なのかわかんないんですけども、まあ非常に当たりやすいんで、ぜひね、あの、利用してみていただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、食べておう 海の幸キャンペーンということで対象のコード決済でポイント還元最大30%還元っていうのが開始になりますこちらね都内限定のねキャンペーンで都内の寿司店で鮮魚小売店でお魚を食べたり購入し QR コード決済で支払っていただくと最大ね30%ポイント還元がね受けられるキャンペーンが くるんですよね。こちらね、水産物の風評被害を懸念を払拭するためね、行われるキャンペーンっていう風になっておりまして、期間が10月の27日ということで、あと1週間後ぐらいからね、始まるキャンペーンなんですけども、かなりね、長期間やられるっていう風になります。で、対象の決済サービスが aupay、d 払い、paypay、楽天 pay ということで、還元率はね、最大30%還元がね、利用することができるっていう風になりますんで、で、1回の会計あたり上限が1000ポイント、 っていう風になっており、あ、千円までっていう風になっておりますので、対象支払金額は三十パーセントの千円までなんで、三千三三千三百三十三。3, 3, 3 3334円ですかね。はい。で、こちらね、1000になるかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、こちら覚えておいていただければな、なんていう風に思います。で、こちらね、対象の店舗を探すということで、こちらからね、お店探せるんですけども、チェーン店とかもね、こちら対象になっておりますんで、かなりね、利用しやすいのではないのかな、なんていう風に思いますので、え東京都内ね、えー、利用できそうな方はですね、こういったキャンペーンがですね、来週の金曜日からね、開始になるっていう風になりますんで、ぜひね、 利用した際はですね、コード決済で支払っていただければ、特にね、エントリーもね、必要ないと思いますので、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。それでは次にですね、なんとですね、京都府がですね、京都、 魅力再発見旅プロジェクト再開についてということで、京都でですね、全国旅行支援がですね、再開するっていうことが発表されました。で、期間がですね、12月の1日から12月の27日まで、28日チェックアウト分までが対象って言いたがちになります。上限達成した場合は、期間内であっても停止する場合がありということで、予約開始は11月の13日ということで、まだね、予約が開始してないわけなんですけども、京都でですね、 全国旅行支援ね、再開するっていうことが発表されました。で、還元がですね、最大3000円、1人1泊で利用することができて、大体、 団体旅行商品の場合は最大5000円分1人ね、利用することができます。またね、クーポンも最大2000円分で、ね、配布されるっていうふうになっておりまして、こちらね、予約方法は11月の13日予定っていうふうになっておりまして、宿泊の場合は旅行者が対象の宿泊施設に直接予約、OTA 事業者経由の場合は対象外ということで、ホテル直予約でね、こちら、ね、利用することができるって言った形になります。 で、クーポン額なんですけども、えー、平日は2000円、休日は1000円って言った形になりますんで、最大7枠までね、利用することができるって言った形になるんですよね。いや、非常にね、こちら、えー、いいですよね。で、で、ちょっとね、え、m 強度でね、価格調べさせていただいたわけなんですけども、今現在の価格で、えー、12月1日からね、27日なんで、 ちょこちょこね、1万円ぐらいのね、客室もあるっていう風になりますんで、もしね、こちら京都のモクシーとか対象になったらですね、まあ、ギリギリ1万円。 切るか切らないかぐらいでね、利用できる木も、まあ、もしかしたらね、出てくるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、非常にいいですよね。まあ、一応ね、まだ、えー、予約自体ね、11月の13日から開始っていう風になりますんで、まあ、こちらはね、ぜひ、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。今回のね、紹介した内容ですね、公式イトあるものね、全部概要欄に載せておきますので、まあ、気になる方はぜひね、チェック していただければなぁなんていう風に思いますということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思いますこの度が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターインスタグラムライン公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ